トーラス X はフォードが製造、販売していた自動車である。2005年から2007年までフリースタイルの社名で販売されていたが、2008年からトーラス X に改名された。2004年に1月の北米国際オートショーにて、フォードトーラスセダン及びワゴンの後継車種が、それぞれ500、フリースタイルとして発表され、同年内に2005年モデルとして、 発売開始された。フリースタイルは、背の高いステーションワゴン風の外観の車種で、6、7人乗員の3列シートは多彩なシートアレンジを備えており、それによって高い居住性と実用性を確保していた。マーキュリー版の姉妹車も計画されていたようで、翌2005年の北米国際オートショーにて、マーキュリーメターンコンセプトが出展されたが、実際に市販化されることはなかった。 なお、同コンセプトは、ツインターボの V6 ディーゼルエンジンにモーターを、組み合わせたハイブリッド車であった。フリースタイルは、プラットフォームには、XC90 などで使用されている、ボルボ開発のフォード D3 プラットフォームを採用した。パワートレインは3.0リットル DOHCV、6と ZFCCVT の組み合わせのみであった。駆動方式は、FF とオードが共に用意された。 2007年2月には、シカゴオートショーで、フェイスリフトされた2008年モデルが発表されたが、フォードの戦略転換に伴って、D3 プラットフォームの3車種は、500が、トーラスに、モンテゴが、セーブルに戻され、またフリースタイルは、トーラス X に改名された。パワートレインは3.5リットル DOHCV6 と、アイシンオータムウィンター製6速 AT の組み合わせに、 完走された。2009年1月の北米国際オートショーでフルモデルチェンジされたトーラスが発表されたが、トーラス X はモデルチェンジされることなく2009年モデル限りで打ち切られた。なお、ゴー欧ュフォードが似たようなスタイリングを持つフォードテリトリーを開発し、アジア太平洋地域で販売しているが、トーラス X とはプラットフォームも異なる全くの別車種である。 ありがとうございます。